ああクリガミマジか<ー>よろしく頼むぞ。 さあ、来ました。ブルーロックです。今回はオープニングからだね。いやー、で、このオープニングね、今回最終回だけどさ、めちゃくちゃかっこよかったよね。俺、この作品にすごい合ってるなって思ってて、雰囲気が。いやー、聞き納めになるの残念だわで、まあ、物語的には前回ね、まさかの潔たち負けてしまうっていうことになり、 まあ、リン君のチームに選ばれたのは、イサギだったんだよね。だから、バチラと一緒にプレイできるんだけど、バチラを引き抜いてじゃなくて、引き抜かれてなのよ。でそこがすげえなと。<laughs> いやー、いい意味で期待を裏切ってくるなって感じでさ。で、さらに <laughs>、前回ラストに <laughs>、もう、また新しい試合も始まってて。だから、その試合、 もう今週で終わらせに来るんだろうな。ってことを考えると、やっぱ前回先制してるけど、やっぱもう世界の壁は熱いぞっていう展開になるんじゃないかな。ここでだって勝てたらさ、ちょっとおかしな話でしょ。なんか最初舐めてたよみたいな雰囲気あったから、 こっからボコボコにされる未来しか <laughs> 僕には見えないさあ。さ、来ました。1-0。数値だけ見てるとね、いい感じに見えるんだけど。うん。うーん。だから戦力的にも底上げされてるの間違いないの、三崎が入って。いやー、勝てるかな勝ったらすげえぞ、これ。ここで。それこそそれはさ、 見てるみんな予想できてないんじゃないそういういい意味での裏切りあるかなああ、三人ともオーラが。うん。いや二人も頑張ってちょっと。うん。おしゃかあ、ごくおしゃ。ごくつき。うーん。それ。もうみんなで。うん。 もうこの二人がオーラ出れば、いやーやれるかうーん。その気持ち、姿勢は大事だけどね。そういうのがまた前回のプレイみたいなのを引き寄せるわけで。うーん、こっちからか。こっからだよ。こっから。うん。え もういいの好きだらけやばそう。ああ、出たー反転するやつ。もうあんなとこまで。やば。音かっこよい。レーザービームみたいな。一人で行っちゃうの一人で決めちゃうんじゃないこれ。やばいやばい。あっ。けけけけ。リー。うん。 ダメ <laughs> あダメだ、これ。勝てない。<laughs> ダメだ。無理、無理。無理よ。だって他の人何もしてないもん。こんなのそれぞれ見せつけられたら、もうその時点で5点じゃん。 おお、<laughs> すげえ切り替えがやっぱリンク半端ないすよ、せめてね、こっちが持ってるときは、ああ持ってるときは取ろうぜって言おうとしたのにやべえよおおすげえ速さで目動いたああファブロ いやーもう決まりそう。いや、アーリュウアーリュウ頼むただ,だあ、ダメだ,めだ上行かれた <laughs> 無理だよ <laughs> いけるいけるか簡単に弾かれた <laughs> あのフィジカルの鬼が うーん、すべての上を行くんだね。<laughs> やばーやばーあっという間にうわあ、いや、これ、りんくんとかどうなのよ今、映ってないけど。4チもう、もうリーチやん いや、むしろそこ超えないとだよ。<laughs> そうなるの。<laughs> あ超<ー>えてけ、超えてけ。あは、りんくん、映ってないと思ったら、<laughs> 諦めてないんだよ。だから憧れじゃなくてだよ。大谷選手じゃないけど。今日だけは憧れを捨てて。うーん、まだ本気で。 いや、マジ WBC の大谷選手の言葉響くんだけど、ここ。えぇ、ー、や, <laughs> やべえやべえあ、終わっちゃう。てか、終わった。あっちうま。なんだ。 やばー。まだまだあれだね、差が。<laughs> いや、次いつ戦えるのあの人たちと。<laughs> ああ、チームブルーロック。いやー、しかも最初の1点もね、相手が本気じゃなかったっていうのがあるから取れた1点で。 えあ <laughs> そんなあれなのああ。まあ、けど、それくらいしないと来てくれないよね。むしろ、それでも安いくらいなんじゃないのうん。まあ、確かに、あんな経験できないよな。エ <laughs> ほすげえ。お あ、この人久しぶりに出てきたね。え打ち切る何えい、ー、やいやいやいや、どんだけみんなが覚醒したか。ねえ。成果を見せる。ビッグマッチどういうこと どういうこと何すんだ、今度は。日本代表とかとやったりするかなそんなのないかうん。うん。なんでうん。ああ <laughs> マジで、エゴさん。最高じゃん、こんな思いさせてくれて。 うん。見てたものがね。わかるそういうの。<laughs> うん。うん。一つ上のステージでやってたよ。うん。うん。いやそう考えるとやっぱリンはすごいな。 う、はあ、うん…うん…だから、そういうとこの差がやっぱ前回出てるよね、うん。引き寄せるんだろうね。うん。うん、頑張れー頑張ってください <laughs> さあ 来ました、後半。あとは英語が言ってたあれが気になるな。語学学習。うん。あ、英語。うん。そういうのもね、ちゃんとやるんだね。海外に出てくにあたって。ウェドネスで。書き方の覚え方やん。最初の頃の。うーん、そこら辺がやっぱ弱いのかな。あ、こっちもうんいや。みんなあれじゃん。リンに聞くじゃん。 いや、リンはそんなにあれなのあ、そうか。英語ペラペラだったもんな。ああ。潔は、我が道を行く。<laughs> いや、みんな、もうそれぞれやりなさいよ。ねえ。なんかアディショナルタイムの流れみたい。<laughs> それな <laughs> あ。あそんなことして。あ、やばいやばい。あ <laughs> き切れた <laughs> え。えなん、あ、もうずっとこんな感じなのあれから。ああ。 いや、ここもっと見てぇな、こういうところも。ははは、うぜせぇ。うっせぇ。おまた。んうん。終了。あっお上がってきた人たちが全員揃ったってことちょっと待って、誰がいるあと。いや、レオ君とか、ま、国神、ちぎり。 ま、あここら辺だよね。いや、あと、ガガルえま、あとにかく、チーム Z のみんなどうなってるかだよね。あと、テ鉄とか。うん。ひえああうん、バローも。ねえ、ま、ここは絶対いると思うよ。うん、うん。うん。うーん。 そうか、進か。この見てない間のあれがあるのかもね。<laughs> オーラが出てる、オーラが。<laughs> うん。ファーストワールだよねうん、そうだよねリン君たち。だ、こっから順番に出てくんだ。クリアした順。いや、次はやっぱあれでしょう。バロー、ナギ、ちぎりチームじゃないあとそこに、 誰が足されてるかだよ。こうなると。うん。いや、最初に見てたチームと違くなってる可能性もあるんだよね。アディションとかの。うん。いやー、スパイクからわかんねえな。もしかしたらわかる人いんのかもしんないけど。えいや、くんたち、なぎくんたち。あー、来た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 あ、えちょっと待って。残鉄がいる。 <laughs> 一緒に三鉄がいる。<laughs> いやー、お帰り。<laughs> 来てくれて嬉しい。あれは誰だっけうん。今のジンって前からいたっけかあー、四人目、五人目。えうん。<laughs> やばいやばい。えあばろ。<laughs> あー。 いや、別に天狗になったつもりないと思うけどないじられてますね。うーん、嬉しい。いや、俺も嬉しい。<laughs> まあ、ここら辺はね、順当だよね。あとは、いや、クリームとか、クリームとか、無理っぽいだろうないや、チーム Z のお別れありそうだなうーん。 うんうん、次さあ今度はレオとかじゃないお誰え、<laughs> 誰これこんな人たちいたうん。うん。33位、77位、23位、98位。は一人もわからない。 うん。えちょっと待って待って待って。待って待って。ばくないあと3チームだよね。いや、出てこないじゃん。国神くんが欲しい。国神くんは欲しいぞ、レオと。この二人は落ちちゃ嫌だよ。あ、いない。あ、2個かなおうん、2個だ。 うん。あれ今、今4人じゃなかったうん。5人いなくないいや、そこはそこ。うん。うん。ん世界選抜戦ああみんなやってんの 7試合もやってくれたのあのメンツが。えてかもう6だよあ、ガガマルの声だガガマルとうん。なんだなんだあ、ライチいるライチいたガガマルとよし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 。上がってきたね。よかったー。あー、ワニマ。ん誰いや、 やばいやばいちょっと待って、レオうん。いや、レオ来ない <laughs> やべえ <laughs> あと、クオンと、うーん。あと、誰がいたっけあと、グリムと、うーん。 いや、さすがに来ると信じたいけど、この感じ来ないかもよ。あれグリムあれマジで <laughs> すごいじゃん。やったね。え、てかいなくないあ、いたいたよかったレオいたよ、うん。やっぱ嬉しいね。いてくれて。うん、あと一人は クオンかなあ誰てかいないいないじゃん、クオン。111。やべえああ、国神もいねえマジか国神も、 おお。マージかよー。<laughs> やば<ー>。<laughs> いや、てここいつ、何。<laughs> うん。 ああ。わあ。わあ、めっちゃ言う。うーん。いや、いや、それはやばくないえ問題児すぎだろちょっと。あはは。 バチラ、うん。うん。そもそもね。もう、ファーストだから。一番最初にクリアしてきたメンツだから、ここ。うん。ええー、いやいなくなった人が。ほ、は、う、あ。いやー。 急に新キャラ増えたな。うん。いろいろあ、あれかなさっきのあの、おっさんたちと話してた。うん。うん、挑戦状。3週間後うん。 あやっぱりあれじゃないあ <laughs> 来た <laughs> 絶対そういうのあると思ったもう世界でやったら次それくらいの出してこないとね。もう。うん。やべえ確かに全部ここからあれじゃないうん。まあ、けどみんなストライカーだけどいいのねえ。うん、あれじゃん。ポジション争いどうなんのおん。 やべえ、全員フォワードでやるって <laughs>。どうなるんこれ。うん。叩き潰したいんだね。いや、そうはさせないよね。いや、ここは、今度は圧倒してほしいな、逆に。うん。いや、ターるルだろ、これは。う,うん。うん。 エゴさーンうん。おうまあ、あっちも負けるつもりないだろうね。ああ出た出たやべえ、リン君いんねんうん。 いや、あと、こっちも35人だけど、出れるのはね、また3分の1以下でしょう。うん。いや、グリーム、お前、マジよくいるな。ここに。国神とかクオン落として。わー、やばー、おもろ。時は来たり。いやー、終わっちゃう。あ、まだある。うん これはん最初のあれかなああ、やっぱそうだ。ああ、一番最初に戻って。うん。昔と今を見て、締めるんだ。ああ…いやー、こっから始まったよね。うん。 いやあ、面白かったー。いやー、こいつとかもまた出てきそうな気すんな、どっかで。うーん、ーいないいないーいやーいない人がいっぱい。まあ、その屍を踏み越えてきてんだよね、みんな。 いや、厳しいシステムだよ。ああ国神マジかいやいや国神の今のシーンで目が熱くなる。うーん。糸さえ。いや、これも他に誰がいるかだね。うーん。 いやーこっからレギュラー争い。熾烈になりそうだけど。うーん。<laughs> やべえ、潔 <laughs> <laughs> またね、アップデートして。ああもう出た <laughs> すげえ早っしかも劇場版もあるんだけどすげえじゃんもう続報速報だったじゃんだから次はねとうとうアンダー2 0との試合ってことでそこまでの間にさっきのねケリー出てきたやつとかとまたやり合ってって振り落としがあってってことなんでしょう でその中で新たな覚醒みたいなのがねみんな出てきてあとここまでに来る間につけたね力とかっていうのも披露されたりさでそこら辺をまた見ていくのがめっちゃ楽しみだね、まあとは消えてしまったみんながね、まあ、今国が一瞬映ってたけど彼らになんか救済処置的なものがあったら嬉しいな意外なのが本当グリムがいるってことよグリムとか速攻で消えるキャラだと思ってたから意外とああいうキャラしぶとかったりするもんねはいというわけでねこの作品最初から最後までね本当に 激アツな展開が続いていてねいい意味で期待を裏切ってくれたりとかもいっぱいあったんですけどまたそういう刺激を求めてね第2期の方を楽しく見ていけたらなという風に思っていますぜひぜひねまた続編がやるときはこのチャンネルのことを思い出して遊びに来て同時視聴してくれたら嬉しいですはいというわけで最後にねこの作品に対して皆さんの感想だったり僕の役所に対するコメントをお待ちしておりますそれから動画の高評価あとはチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします4月から鬼滅とかねいろんな春アニメもリアクションしていこうと思う でどうぞそちらも一緒にお楽しみください以上動画ぶたつがお送りしましたバイバイ